どうも、吉本新喜劇の横地新平でございます。願ってらかー。今日は実はですね、これからちょっと僕の YouTube を時折時間がある時に手伝ってくれるというね、アシスタントの子がいらっしゃいますので、ちょっとご紹介します。僕の高校の後輩でドロちゃんです。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。画面外から失礼します。全然全然。今日は横地さんに企画を持ってきたっていうのを聞いたったんだけど。そうですね、ちょっと何でしょう、風の噂で、横地さんの、YouTube、45歳以上の、お兄様方しか見てないちょっと若者からあんま言うな45歳以上の、しかもこの前見たら男性が 100% ってなってる、ね、ちょっと言葉選ばずに言うとおじさんしか見てないこんな寂しいことないよね。同級生が一切見てくれないっていう。年上の方々からは愛されるっていう。そうなのかな。よく言えば、よく言えばって。逆に言えばもうかわいそうだな。逆じゃねえだろそれ。じゃあお前。というわけで、ちょっと今回自分も企画ちょっと考えまして、若者にも広く親しみを。いやでも確かにね、同世代の人たちにも見てもらいたいなとめちゃくちゃ思ってるんだよ。ちなみに泥崎は見てんの？ちょくちょく、ちょくちょくは全部見てないけどね最後に見た俺の YouTube 何だったの？あれですね、ピーマンに応援してみたっていう。めっちゃ初期のやつじゃん。全然見てねえじゃん。いやところどころ温泉行ったりとか、なんか食ってんなっていうの。お前サムネだけ見たべというわけでじゃあ今回何すんの？私が持ってきて、いる企画は題して、はい、岩手県民なら分かって当然だべクイズ。よいしょ。いやでもちょっと先に言い訳みたいな感じになってあれなんだけど、18年間花巻で生まれ育ったって、はいはい、してそっからもう東京さ行って、しかもまたその後大阪に行ったったから、あんま岩手のことそんな知らないよ。さっき予防線貼っとくけど、でもそんな中でも当然わかるべっていうようなやつ。そしたら十分でございますよ。マジ？はい。じゃあそれなんか企画として破綻してない？大丈夫？ああ、どんな企画か。はいはい。軽く説明しますと、はい、横地さん、うん、勝手に岩手に住みます芸人やってるわけなんですけど、すごい言い方気になるけど。そんなこんなで岩手で今活動してる横地さんが、はい、もっと おじさんの方々だけじゃなくて同世代の人々からまず見てもらえるためにも、お前マートって言葉選んだ割におじさんすぎる。いやちょっと出なかった先生。最初お兄さんって言ってたけど、まあいいや、はい、岩手県民全員から愛されてもらうためにも、今後活動していく上で岩手県に関する知識あって当然でしょうということで。なるほどね。本当にその、ベーシック問題じゃないけど。そうですね、はいはいはい、基本です、はい、もう小学生でも分かるような。マジそんなレベル？もうじゃあ分かるよ。分かりますか？もう多分もう全然大丈夫だと思う。だこれで分かんなかったらもうどうしようもない、救いようのない YouTube チャンネルってことで。ちょっと待って、逆にそのレベル本来だったら、全問正解してほしいところなんですけども、今回特別に10問中8問以上回答できなかったら、罰ゲーム。でも基礎の基礎の問題だ。いやそうですね、もう全問当たると想定しても自分もクイズ持ってきてたって。本当？じゃあもう余裕なんじゃない？そこぐらいのもう気合があるんだったらもういけますね。全然いけます。選択問題ですね全部。マジ？あれもう余裕よ。いやもう自由記述とかじゃなくてもう選択なんで、センター試験の時の。いや余裕。相当きついの罰ゲーム。いや今後岩手で活動していく上ではもう、こんぐらいはやってもらわなきゃって。お前ずいぶん上から来るんだ。一視聴者としてやっぱりいつも見てる。なるほどね、視聴者目線でね。ちなみに問題出したら、こちら手元に今タイマー用意しておりますので、10秒以内に答えられなければそちらも不正解とさせていただきます。選択問題でだって10秒以内でしょ。そうです、もう余裕よ。大丈夫ですか？正直1秒いる？マジですか？いやもちろん10秒もらうけどね。はい、じゃあ早速行ってみちゃいますか。もう行くか。ちょっと待って、緊張してきたな。まあいいや。よいしょ、いいよ。いいですか？いいよ、やりましょうか。岩手県といえばでちょっと思いつくもの言ってもらってもいいですか？岩手県といえば、例えばもう地元から繰り広げていくんだったらまずわんこそばでしょ。はい、あとじゃあ早速ですけど問題です、
わんこそばにちなんだ問題ですね、今。ちょっと待って、わんこそばにちなむ簡単な問題ある？わかって当然の問題ですから。花巻市民全員子供の頃から知ってる？あ、もう全然わかりますね。ほんと？まあでも選択だもんね。そうです、そうです。はい。お願いします。では問題です。はい。第1問。岩手県で毎年開催されている全日本わんこそば選手権。時間制限なしでの日本記録は何杯でしょうか？知るか知るかいや、もう、3つからお選びください。はいはい、1つ目、はい、289杯。はい、2つ目、383杯。3つ目、559杯。さあ、次のうちどれでしょうか？それでは、スタート。でも、確か、10杯で1杯分なのよね。あ、まあそうですね。そう言われてます。そばの。C の589。C の559ですね。559だっけ？はい。559で、うん、ファイナルアンサーでしょうか。え、変えるの？いや、まあそファイナルアンサーよ、ファイナルアンサー。正解です。おお、やめよこのまま。やめてけろお前このまま。やっぱり 559？ あ、そうです。すげえな。よく当たったなって思いました、ね、いや俺小学校の頃に、はいはい、その姉妹都市みたいなのがあるんだよな、うん、花巻の姉妹都市が青森の十和田市だったかな、うんうんうん、と、徳島だったかな、だからの四万都市だからとの交流会があって、わんこそば大会当たったのよ。女の子が確か優勝したんじゃなかったかな。俺の時小学校6年生だったんだけど、うん、はいはい、確か百何十杯いったったんだよね。だから大人だったらもっと食わさるべなっていうふうに思ったったんだよね。ちなみに俺はわんこそば大会あるっていうの知らなくて、その前にしっかり飯食べちゃってわんこそば大会俺9杯しか食えなかった。1杯も食ってないじゃん。はい、でもあと9問あるでしょ。1問目でこのレベル。そうですね。はー、マジか。岩手県の三大名物の麺、うん、3つなんですか、わんこそばと。これまた普通の、あ、これはクイズじゃなくて普通に。ふざけんなよ。でもじゃじゃ麺、冷麺、わんこそばでしょ。あ、そうですね。いや、これ問題にしろよ。じゃじゃ麺から問題を出させていただきます。はい、うん、いいよ。盛岡名物じゃじゃ麺、はい、その仕上げに飲むスープといえば。あ、これもう選択肢いらない。いい、もう答えちゃって。いい、はい、チータン。あ、正解です。はい、もう余裕よこのレベルね。はいはいはい、もう大丈夫だわ。大丈夫ですか。うん、1問目でヒヤッとしたけどもう大丈夫だわ。どんどん行こう。おい、さすがやる気がみなぎってますね。いや、もう 10の10当てる気してるからね今。、うん、じゃあもう早速。はいよ、第3問。はい、平泉中尊寺金色堂は3000余りの国宝重要文化財を伝える東日本随一の丸々美術の宝庫です。さて、丸に入るのは何？全然わかんない。1、はい、縄文、うん、2、平安、うん、3、江戸。あ、もうこれだったらでも大丈夫よ、義務教育受けてますから。あ、大丈夫ですか。はい、もうタイマーもいらないね。あ、2の平安です。おー、正解です。おい、やめろよ、なんかその笑顔。やめてくれよ。びっくりした、その、あ、映ってないと思ったらにやりとしやがったんですよ。いや、さすがだなと。いや、そりゃそうよ。だってもう全国でも勉強されるでしょ多分これね。平泉、岩手の誇りよ。平安、まあ中尊寺、まあ、850年ですね、うんうんうん、比叡山延暦寺の、まあ、誰々によって開かれたっていう、まあ、ちょっとそこはちゃんと自分も読み方が今分かんなかった。え、藤原氏じゃないの？秀平みたいな感じじゃないの？あ、そうですね。その後12世紀の初めに奥州藤原氏の初代、読み方が、お前勉強してんのか。お前お前みたいなやつがクイズ出すな。いや、どんどん行きましょう。人気投票日本新八景で1位になったこともある花巻温泉。その花巻温泉で流れる滝で花巻八景にも選ばれたのは次のうちどれ。花巻八景だったの？ここ引っかかると思った。花巻市民としては。あ、ごめんごめん、はい、1、不動の滝、はい、2、
釜淵の滝、はい、3、大変城の滝、でも俺、はい、間違えました、大変城ですね、大変城の滝、いや、うん、いいよ、でも俺が知ってんのは1番の不動の滝を聞いたことあるよ。おお。1番にしますか、ファイナルアンサー。いいよ、その美濃形式いいもん、もんた形式でやらなくていいから。はい、1番。はい、正解。あ、よかったよかった、あ、俺、これはちょっと分かんなかった。すいません、不正解。え不正解。マジで不正解。マジで正解は、釜淵の滝です。うわー、釜淵の滝もうっすら聞いたことあった。マジで俺が知ってんのは一番の不動の滝を聞いたことある。聞いたことあった。マジで。釜淵の滝は花巻温泉を流れる大川にある滝で、岩の上を清流が幾筋にも分かれ滝壺に落ちていく。ちなみに大変城の滝も不動の滝もそれぞれ、うん、そうですね、岩って花巻にある。あ、でも花巻にあるんだ。そうですね、その中でも花巻温泉にあるのはっていうので、うん、あ、そう、うわ、知らなかった。え、ちょっと待って、今、4問目 ?5 問目 ?4 問目だよね。今4問目。ちょっと待って、もう1個落としてんの？あと1個落とせるってことか、逆に言うと。うわぁ、やべえ。あ、すいません、訂正ですね。不動の滝は八幡平ですね。全然知ってる。全然知らねえじゃん。うわぁ、やばい。1問落としたか、俺。うわ、10の10いけなかったか。はい、じゃあ5問目。第5問目。はい。第5問。はい。岩手県の代表的なお土産として有名な南部せんべいですが、はい、代表的な説ではおよそ何年前が発祥と言われているでしょうか。どこが基礎問題なの。これはもうやっぱみんな親しみのある南部せんべいなんで、いや、これぐらいは分かってもらわないとって。もじゃあ俺、基本的に俺たちは南部せんべいうまいっていう話しかしないの。あれっていつ発祥なのとか学校でしたことあるわね。いやー、確かしたような気がする。いや、高尚な小学生だったね。随分と、1番200年前、2番400年前、3番600年前、さあどれでしょう。200年前、400年前、600年前。そうですね。 B の400年前っていうのも、なんでかっていうと、うん、一応600年前は1400年ぐらいだから、400年前の江戸時代ぐらいの方がこういうのって発展しそうだなと、うんうん、まあ、1800年代はもう明治とかに差し掛かるぐらいとか江戸時代末期だと思うので、どうなんだろうなっていうので B の400年前。どうでしょう。不正解。南部せんべいの由来はいくつかあるようですが、代表的な説は600年余り前、朝慶天皇が南部地方を巡った際に家臣が近くの農家から手に入れたそば粉を練り、丸い形に焼いてごまを上から振りかけ天皇に差し上げたところ、風味があって大変喜ばれた。それが南部せんべいの始まりと言われています。いや、600年前に南部せんべいを作って渡しそびれてて、その200年後に天皇に渡したから400年前。腐ってるじゃないですか。ちょっと待って、もう落とせないの？もうないですね。てかさ、どこが基礎問題なの？しかもなんか俺、生きって考察とかしちゃった。なんか喋ってんなと思って。やかましいわ。何の？はぁ。もうやりたくねえんだけど。罰ゲーム何すんのかな。もう罰ゲームだった。いや、もうここまで来たら無理だって。2問連続不正解ってこと？まあそうですね。うわ、もう、あ、まあいいよ、やろうやろう、ちょっともうマジで落とせないね。はい、行きましょう。別名巌流山としても知られている岩手山。はい。岩手山の標高は何メートルでしょうか。はいはいはい。俺これいけるかも。うん。2038メートル、2つ目、3193メートル、3つ目、3776メートル。あ、もうこれは大丈夫だわ。お、これは A です。
2038m。正解です。はい、もうこれは簡単よ。高速道路とかでね、あの子供の頃からしょっちゅう見てらったから、岩手さんの標高ね。そしたらじゃあ早速第7問目。早速第7問って何だ、うん、宮沢賢治さんについて。うわー、これは花巻市民として外されないね。そうですね、はいはいはい、そうですね。問題です。はい、宮沢賢治はあるもののコレクターとしても知られていたんですが、彼が収集していたものは次のうちどれでしょうか。1つ目、レコード。2つ目、プラモデル。3つ目、靴。さあどれでしょうか。ちょっと待って。いや、これは当たってもらわないと、花巻市民として。でも歌とかあるしな、宮沢賢治。 C の靴。これちょっと待って、もう俺的に二択なの。 C の靴かな。ちょっと待って、これは身の形式で頼む。え、待って、C? 3番の C? 靴。あ、ファイナルアンサー。 A? ファイナルアンサー。 A のレコード。レコードでファイナルアンサー。 B じゃなくていいんですよね、とりあえず。 B はないでしょ。 B はないよ。ああ、宮沢賢治とガンダムどう考えてもくっつかないもん。なるほど、じゃあ B はなしということで。うん、二択なんで、だから、ちょっと待って、 C 靴、ファイナルアンサー。ファイナルアンサー、ファイナルアンサー、ファイナルアンサー。あー、やめて、その感じやめて。ここ BGM ちゃんとつけてもらって。いやいや、余裕ねえわ今、ちょっと待って。残念。マジで、マジで。正解は1番のレコードです。マジか。実は音楽が大好きだった宮沢さん。うわー、やっぱりそうか。確かに作品にもセロ弾きの号手など、うん、音楽にまつわるものもありますよね。そうね、そうだわ。ふざけんなよ。もういいや、もうちょっともうあと問題やろ。一応あと3問ぐらいあるでしょ。いいですか、救済処置とかはなしで。救済処置あんの。当てれたらじゃあ救済処置。次の問題、その分、まあちょっと難易度は高めかもしれないですけど、いや、受けますか、それとも普通にクイズをやって罰ゲーム受けますか。いやいや、当たり前で救済する受けるよ。ちょっと頼む、助けてくれ。同じく宮沢賢治さんにちなんだ問題を出させていただきます。花巻市民、その宮沢賢治好きかな。俺は大好きですよ。いや、俺も好きだからね。それでは、横地さん、はい、救済処置、うん、お願いします。特別問題、はい。宮沢賢治さん、その宮沢賢治さんの実家に疎開したことがあるのは次のうちどれ。いない、いない。1、高村光太郎。2、石川啄木。3、北里柴三郎。いや、でも俺これ分かるような気がする。本当ですか。うん、次のうちこれ、高村光太郎じゃない。ファイナルアンサーですか。これ救われたよ、多分。高村光太郎。救済処置、うん、正解です。よし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 、あ、よかったよかった。俺これ知ってるわ。いや、知ってるというか、あの、うん、勘だけど、高村光太郎は花巻の太田の方さ、うん、あれ高村光太郎記念館みたいなの確かあるんだよね。さすが、うん、だからそれだと思うんだよね。で、啄木は盛岡だから基本的に。で、なんか俺 IBC ラジオさんに出させていただいてありました。IBC ラジオ露骨すぎません。そう、IBC ラジオさん出させてもらってまして、はいはいはい、で、お昼にね、あの、うん、石川啄木の番組をやってるんだよね。そう、それでなんとなく盛岡にすごいゆかりがあるっていうのは知ってたから。はいはいはい、おめでとうございます。ありがとう。救済処置、あー、よかった、マジでよかった。では、まあ、同じく、うん、まあ、もう間違えることはできないというのは変わらず、次間違えても救済処置あるんでしょ。いや、すいません、それ以上ちょっと問題を用意したかった。いや、救ってこうぜ。進まないんで、進まないんで、救済処置でも終わっちゃいそうで。続きまして、三叉踊りから問題を出させていただきます。まあ、皆さんご存知の通り、三叉踊りとは一般的な踊りの種類として、七夕崩し、エアサ踊り、復古踊りの3種類がございます。その中の
七夕崩しについて。一つも知らないんだけど。では盛岡三層踊り、はい、三層踊りには一般的な踊りの種類として、ただいま言った三種類、その中の一つ、うん、七夕崩しの踊り方のコツとは次のうちどれ。知らんがな。三層踊りやったことないですか。ないよ。なんか三層祭りだっけが無料かな、はいはいはい、あれも行ったことないもん俺。非県民ですよそれは。いおる、もう自分はもうがっつり。あ、そっか、もうそう、お前岩手の大学だもんね。そりゃしょうがないわ。お前がその三叉祭りとかに行ってる間、俺はあの世田谷の花火大会とか行ってる。何で張り合ってるんですか。全然全然、俺もう町の方の行ってる。全然知られないよ。そんな世田谷。お前嫌われるな。この客。シティーボーイ。はいはい、問題覚えてますか。七夕崩しの踊り方のコツ。はい。一つ目、八の字を描くように。二つ目、手の動きをしなやかに。三つ目、頭の高さを一定に保つ。さあ、次のうちどれでしょうか。だって八の字描くとかもしなやかさだからな。もう始まってんの。もう始まってます。でも、はい、あー、C 3番。いや、やだー。10秒超えてる。3番。頭の高さを一定に保つ、うん、ファイナルアンサー。そう、もうそれいいよ、それで、うん、残念。いやー、もういやだー。正解は1の手の動きをしなやかに。お前これ県民誰知ってんのよ。知ってたかお前。まあ、1かなってぐらいの。嘘つけねば。10秒以内でしょ。そうです、もう余裕よ。このレベルね。はいはいはい、もう大丈夫。400年前の江戸時代ぐらいの方がこういうのって発展しそう。いやもういや、まあ、起源は三石伝説に由来しており、その昔悪さをした鬼を神様が捕らえ、二度と悪さをしない証として大きな三石に鬼の手形を押させたそうです。まあ、それが今手の由来でもあるんですけど、その鬼の退散を喜んだ人たちが三石の周りをサンササンサって踊り回ったのが三叉踊りの始まりだと言われています。俺この問題で出てきたワード一つも知らない。解説込みで。三石伝説も知らないですか。三石も知らなかった。その岩に手をやったのも今初めて知ったし、でもその三石を知らないからピンとこないし。これみんな知ってなかったっけ。いや、知ってる。いや、知らないよ。ね、何すんの罰ゲーム。それではまあ10問中、まあ、8問以上正解で罰ゲーム回避とのことでしたが、まあ、間違えた挙句、まあ、救済処置も当てときながらそれも無駄にしてボロボロの状態で罰ゲームを迎えております。横地新平さん、意気込みの方はいかがでしょうか。ねえ。罰ゲーム頑張るぞなんて、いや、聞いたことあんのか。あるか。何すんの罰ゲーム。ああ、それではじゃあまあ罰ゲーム早速現場に行きましょう。考えてみて。いや行きましょうじゃないの。もう予定が見えないものほど怖いもんないからね。まあ、明るいうちに行った方がいいんで。何すんの。何すんの。いやいやいや、まあ、行ってからのお楽しみということです。それではまた後で。いや、ニュースみたいな終わり方すな。今食え、めっちゃ食え、食べてくれなきゃ俺たちまず釣れ、甘みもあれば苦みも合う、まさに人生はピーマン。ピーマン食え、残さず食え、食べてくれなきゃ俺たちまず釣れ、苦いのがいつか甘くもなる、まさに人生はピーマン。すいません、ちょっとお伺いしたいんですけど、僕のことって知ってたりしますか。知らないです。あ、知らないですか。あ、じゃあすいません。